こんにちは。房総半島列車で横断シリーズをご視聴いただきありがとうございます。前回の動画では養老渓谷駅で降りて出世観音ですとか素掘り二段トンネルといったところをご紹介させていただきました。そして上総中野駅で小南鉄道からいすみ鉄道へと乗り換えてさらに房総半島東の方へと進んでいきます。今回は房本駅と東房本駅というところの近くにある黒肌不動滝と大殿洗い越を紹介いたします。ここは上総中野駅、到着したいすみ鉄道へと乗り込みます。景色が良さそうな先頭の方に行っておきたいと思います。上総中野駅を出て8分ほどで房本駅に到着です。これから行く黒原不動滝への最寄り駅となっております。この駅で降りたのが自分だけだったのでちょっと不安な気分になりました。房本駅の裏側のところに黒原不動滝があります。5分ほどで歩いていけます。分かれ道に差し掛かりました。黒原不動滝への看板が出てますので、そっちの左の方に進んでいきます。この辺りが滝の見えるところになります。この橋の上からだと遠目から黒原不動滝を見ることができ、右手の方にある坂道の方を下っていくと黒原不動滝の間近のところへと行くことができます。それでは後で橋の上からゆっくりと滝を見るとして、まずは坂の方を降りていって黒原不動滝の近くへと行ってみたいと思います。はい、黒原不動滝が見えてきました。滝ってなんかすごいこう高いところから水が落ちてくるっていうイメージがあるんですけど、そんなに高低差があるわけでもなく、どちらかというとなんかすごい幅広い、ちょっと珍しいタイプの滝のようですね。
もうちょっと滝の方に近づいていきたいと思います。滝そのものの音を実感していただけるように、ここからは音声なしでお楽しみください。今度はあの橋の上に上がって滝を見てみたいと思います。ではそろそろ電車の時間が近づいてきましたので、房本駅に戻りたいと思います。ここで悲劇が起きます。なんとこの列車臨時列車で、客は乗れないようなんですね。次の目的地大戸の新井越は東房本駅から歩いてすぐのところなので、そこまで乗ってきたかったんですけど、残念ながら歩いていくことにしました。房本駅から歩いて40分ぐらいですかね、かなり歩きました。やっと大戸の新井越に到着です。川の中に向こうまで続いている道が見えております。すごく神秘的な光景です。ちょっと時間があんまりないんですけど、一回向こう側まで行って戻ってきたいと思います。ビーチサンダルに履き替えました。いざ水の中に入ってみると、結構これ流れが急なんですね。なんとサンダルが流されてしまいました。ちょっと流れが急で怖いので、やっぱりやめておこうかなと思います。先ほどの大戸の新井越から歩いて10分ぐらい、東房本駅に到着です。先ほどの大戸の新井越はですね、なんか自転車とかバイクでなんか渡ったりする人もいるみたいなんですけど、結構ね流れが急なので、個人的にはマジでおすすめしないです。やめておいた方がいいと思います。川に入ってすぐにサンダル流されたぐらいですからね、本当にこうバイクとかで入ったらもう大事故になりそうですんで、本当に、これ見て、やろうとは思わないでくださいね。列車がやってまいりました。次の目的地は大滝駅です。また次回の動画もぜひご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。